おはようございます。ゆうへいです。さあ、今日はね、アルバイトの日でございます。今、これですね、お湯を沸かしているところでございます。お湯沸かして、パンね、食パン食べようと思って焼いております。電気ケトルがね、あれば便利なんですけど、持ってないので、鍋でお湯を沸かす。それにしてもすごい寒さですよね。朝起きたらもう部屋の中の温度がさ15度とか16度ですからね。もう寒くて布団から出るのが辛い。ででん、本日のお弁当はこちら、まあ、ご飯とですね、そしてこちら、まあ、冷凍のもんばっかりなんですけど、冷凍の唐揚げ、冷凍しといたソーセージ、冷凍の何これ、春巻き、そして冷凍のね、何かしら揚げ物ですね。そして、きゅうりとトマト一応コロンと入れといて、野菜も摂取。はい。ほぼほぼね、完璧に家を出る準備ができましたら、残ってる時間でね、微妙にこうやって柔軟体操をしておきます。これをやっとかないとね、もうほんと腰がね、僕本当に弱いんで、腰が痛くなっちゃうんですよね。なのでね、仕事中もね、なんやかんやこう、暇を見つけてっていうか、合間に、こうやってね、ストレッチしてますね。これをね、ちょいちょいやっとくだけでもね、全然違う。例えば、立ち仕事でこうやって立ってね、こうなんかこうやってるとするでしょ。そうしたらね、もうだんだん腰痛くなってくるんですけど、合間にもなるべくこう動かしたりとか、もうちょっと姿勢を変えて仕事したりとか、こう足とかもね、こう屈伸したりとか、このアキレス腱伸ばしたりとか、こう足プラプラってしたりとか、これやっとくとね、もう全然ちゃいますマジで。んで、なんやかんやね、最初の頃はもう腰がめちゃくちゃ痛かったんですけど、最近はもう なんかもう慣れてきたのか鍛えられたのかわかんないですけどね、かなりマシです。というわけで、それではアルバイトに向かいます。それにしても寒いですよね。なんかもう急に寒くなって、もうね、僕働いてるとこ倉庫なんで、倉庫の中もね結構寒かったりするんですよね。まあ今日は一応ヒートテックをね着てきたんですけれども、そしてまあ寒いのも当然ですよね。だってもう12月も末で、気がついたらね、今年もねあと1週間を切りました。さあ、今年あと何回ねバイトするんでしょうか。あと3回かな、今日入れて、まあ頑張ってこようかなと思います。お疲れ様です。本日のねアルバイトも無事に終わりました。今年のねアルバイトも残すところあと3日ですね。一応明日は休みで、でまあ28、29働いて、まあ今日26日ですね、今日26日アルバイト、27休んで、28、29働いて、ようやくね4日間の正月休みに入るわけです。いやー、なんやかんやね頑張っとるなという感じはございます。年末ギリギリまでバイトということでね、はい、まあ当然ね、あのボーナスとかはないんですけども、10月の末ぐらいからアルバイトなので、まだボーナスはないんですが、一応ね半年ぐらい働くと有給がもらえるみたいです。有給がね、ちょっとな何ちゃうのか知りませんが、まあその有給を楽しみに頑張ってねやっていきたいなと思います。それではスーパーによって晩ご飯ですね。この晩ご飯もね適当にちゃちゃっとやってるんでね、スーパーで安いもん見つけてみたいな、そんな感じで、まあちょっとどうなるか分かりませんけどね、晩ご飯スーパーへ向かいます。ただいま、帰ってまいりました。さあさあ、一応ねスーパーに行って晩ご飯を買ってきました。いやー疲れたな。この動画やとね一瞬で夜になってると思いますけども、一日ねちゃんと働いてまいりました。もうヘトヘトでございます。そして買ってきたもの、何をね
作ろうかなと思ったんですけど、まず大根で、この大根を買った理由はですね、これです。デレンと、はい、見えますでしょうか。これ、ブリですね。ブリが 30% 引きで売ってたので、ブリ大根をね、ちょっと頑張ってみようかなと思いまして、まあ言うてもね、煮るだけだと思うので、そんな大したこっちゃないとは思うんですけど、でこの白滝と一緒に煮ればね、あのええ感じでかさ増しされるかなと思いますと。というわけでビールも買ってきたんでね、とりあえずいっぱいやっちゃおうかなと思います。最近ね、こう家に帰ってとりあえずのにビール開けちゃうんですよね。これがなんかこう良くない習慣のような気がする。だけど飲みたいんですよね、こう帰ってきてね。うん。で今の時間が6時半なんですよ、なぐらい。なので晩ご飯を作るにはちょっと早いんですよね。だからなんとなくこのビールを飲みながらちょっとだらっとして、でお腹が減ってきたら、じゃあご飯作ろうかみたいな感じで、何かしら食べてます。最近のルーティンはそんな感じ。そしてご飯を食べた後、なんとなく風呂入ってだらっと寝ちゃうんですけども、昨日もね、あの結局ね、洗い物とかもやらないで寝てしまって、まあちょいちょいあるんですけれども、なので今ね、あんまりちょっとお見せできない状況ではあるんですけど、せっかくなのでね、ちょっとあかんところも見せたいなと思うんですけど、こんな感じです。昨日の晩ご飯の残骸がこんな風に残ってて、でこれが朝ご飯の残りですね。朝ご飯の残り、まあこういう状況なので良くないっすよね。良くないのは分かるんやけども、まあ昨日の晩ご飯の残りをまず片付けてみたいな流れですかね、今日はね。ちなみに昨日の晩ご飯はね、昨日はネギが安かったんですよ。ネギが半額とかで、まあ、100円ぐらいやったんかな。で、そのネギのなんか青ネギの束なんですけど、でそれ刻んで、あとそのうどんと一緒に煮て、ネギたっぷりのうどんを食べました。でさらにその汁にご飯をその後ぶち込んで、ご飯も食べるという炭水化物だらけの晩ご飯やったんですけど、なのでね、今日はちょっと真面目に体にええもん食べようかなと思って、このブリ大根にしたわけです。はい、じゃあちょっと休憩。さてさて、それではね、本日ブリ大根に挑戦してみたいなと思います。僕ブリ大根作ったことはね、あるのかないのかも覚えてないです。初めてかもしれないですね。まあただこの頃ね、結構いろんなものをね、自炊で挑戦してきたので、だんだんといろんなものがね、作れるようにはなってきたのかなと、そういう感じはしています。なるべく簡単に美味しくできたらいいなと思ってるんで、まあ複雑なことしちゃうとね、絶対ミスるというか美味しくならないと思うんで、簡単で美味しいものがとにかくいいんですけども、まずはこの大根ね。大根はちょっとその長く煮るのめんどくさいんで、ちょっと薄めに切っとこうかなと思います。そして次にこの肝心のブリね、なかなか美味しそうですよね、これ。 30% オフのブリで、これはちょっとでっかいから切った方がいいと思うんですよね。なのでちょっと半分に切ります。 OK。 サバをこんな感じに切りました。そしたらですね、このサバね、最初にちょっと焼いた方がいいみたいなので、油をね、この鍋に敷きまして、こんなもんか。そして添加 OK。 でちょっと鍋が熱くなってきたら、ブリを焼きます。おー、
よし、なかなかいい感じでね、ブリが焼けてきました。正直言って今の時点でね、めちゃめちゃええ匂いがしております。このまま食べたいぐらい。しかしですね、今回一応ブリ大根をね作ろうかと思いますので、水ですね、水を入れます。ではそして味付けはこのめんつゆですね。めんつゆ、これがねもうちょっと少なくなってきちゃってるんで、これをとりあえず全部入れます。よし。そして生姜ですね、生姜を入れたいと思います。生姜、これをちょっと適当に入れまして、次に大根ですね、大根入れます。はい、これでですね、一応まあグツグツして大根がまあ柔らかくなったら出来上がりだと思います。さて、今現在ブリ大根こんな感じでございます。ところで白滝ね、白滝を入れるのを忘れたので、これ入れます。そして今ちょっとね中を見てみて思ったんですけれども、大根を裏返した方がええような感じですよね。裏面はねちょっとそのほらこんな感じでいい感じで色づいてるんですけども、こっちのね 上側の分はあんまり味がついてなさそうな感じなんで、大根を裏返しておこうかなと思います。ブリはまあほっといてもいいのかな。ブリをねあんまり入れるとボロボロになりそうなんで、一旦これで、よっしゃ、オッケー。これで、大根が柔らかくなればねもう食べれると思うんですけど、ちょっと硬いですね、まだ端が通らないんで、これであと数分待ちたいなと思います。ではできた、ブリ大根。どんな感じでしょうか。これ一応ブリがね、このエリアブリでございます。そして大根、白滝、トマト、ライス、ビールですね。こんな感じ。いただきます。さあ、どんな感じなんでしょうか。めちゃめちゃ適当に作った割には、なかなかね、テリテリでいい感じなような気がします。まずはね、このブリ。このブリからね、いただいてみようかなと思います。いやー、お腹減ったな。ではでは、どんな感じ？おいしいです。ちょっと味が薄いかもと思ってたんですけど、普通においしい。ものすごくね、めんつゆと生姜ですね、生姜を入れただけなんですけども、なかなかおいしい。うまっ。そして大根、果たして柔らかくなってるんでしょうか。最後の最後ね、鍋の水分が少なくなってきたから、焦げついたら嫌だなと思ってもうね火止めたんですよ。だからあんまり念入りにはやってないんですけども、大根ね、やります。ちょっとしんがる、ちょっとしんがるような気はするけども、全然大丈夫。美味しいですね。うまっ。こんなね、簡単料理でも、最近の僕にしては、ちょっと頑張ったなという感じはありますね。最近の僕ね、もう本当にね、鍋とか、そのうどんとか、鍋って言ったって、よく言えば鍋ですよ。
悪く言えばただ単に煮たやつです。煮たやつをポン酢につけて食べるとか、あとはその蒸してね、とりあえず蒸してもうマヨネーズかけて食べるとか、そういうのが多かったんで、今日はね一応ちょっと料理したなという感じがします。いつもよりちょっと頑張ったなというところですね。うん、まあやっぱりねこうやって YouTube を撮ろうとなるといい感じにねしようかなと、ちょっと頑張りますよね人間。だからこの YouTube をちゃんと撮るっていうことは、僕も自分自身の生活をちゃんとしようとするということでもありますのでね、なんとかこう YouTube ね、もう頑張りたい頑張りたいって言いつつながら、もう頑張りたい詐欺みたいになってるんですけども、まあちょっと今後ね頑張っていきます。もう本当に YouTube の動画ねあんまり上げれてないので、ほんまにねちょっとこうやってちゃんと撮影してちゃんと編集して出していきたいなと本当に思っておりますので、また見ていただけると嬉しいですねマジで。はい、まあこんな感じでね今日の動画いかがだったでしょうか。僕のアルバイトの一日という感じでございました。もうね12月の何日でしたっけ、26日ということで、もう年末ですよね。まあ僕はボーナスとかはねもう全くなしです。ボーナス欲しいけども、それは当然ございません。アルバイトを始めてね、まあだいたい2ヶ月ぐらいが経ちましたという人間なのでね、アルバイトなんか当然あるわけもなく、まあ頑張っているというところでございます。まあ一応ね給料はね、働いたら働く分だけ給料は入ってくるのでね、そこはまあ大丈夫なんですけども、まあサイトでね給料安いので、僕のこの生活費をちゃんと賄えてるのかどうかっていうところもね、甚だ疑問なんですよね。ちゃんとちょっと計算してね、見てみたいなと思います。まあ今後ねお金をねしっかり稼いでね、またちゃんと生活していかなければいけませんのでね、このチャンネルの続き気になる方はね、ぜひ高評価とチャンネル登録してまた見てもらえると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で終わります。バイバイ。